はい、K-POP エンターテインメント科の、はい、韓国語ボーカルのムンチャン先生です。こんにちは。はい、こんにちは。はい、ムンチャン先生に聞きたいのコーナーですけれども、はい、ムンチャン先生は、まあ、ボーカルを今レッスンしていただいてるんですけども、はい、楽器は何をされるんですか？僕は一応ピアノとドラムを。あ、ドラム？はい、ドラムもやったんですね。あ、そうなんですか。はい、ピアノとドラムはいつぐらいからどんな感じで習ったんですか？ピアノは小学生の時ですね、小学校1年生から高年生までクラシックピアノを習ってて、でそこからはずっと自分でこう独学っていうかそういう形になって、で一緒にこう音楽の大学入ってから一緒の同級生たち、そのピアノを専攻してる同級生たちに教えてもらったりしてて、でそういう感じで今15年か16年になりますね。はい、これからやってみたい楽器はありますか？いっぱいありますね。一応トランペットは僕一応軍隊で軍楽隊っていうところに、はい、入って、で一応ドラム、そこでドラムを習ったんですけど、そこで出る前の3ヶ月間ぐらいトランペット時間が少し空いてて、トランペットをやったことがあるんですけど、もうちょっと上手くなりたいなと思って、ちょっとまた機会があったら習いたいなと思ってる楽器なんですよね、トランペット。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、どうも。はい、ではまたお話聞かせてください。はい。